通にうまい。全然まずくない、全然うまい。ポタージュみたいな。甘みも大してあるし、サクッと美味しいです。まずいのって一体何がまずいんですか？実は銚子電鉄の経営状況がまずいんです。鉄道の維持をするためには非常にお金がかかる。その資金を捻出しなければ、ね、存続が厳しいという状況の中でですね、ぬれせんべいの収益を持っても、まあ、賄いきれないわけですね。こういった商品を買いに多くの方が銚子に来ていただけるっていうのは地域経済にとってそれなりにプラスではなかったんじゃないかというふうに自負しております。